ギリシャからおととい帰国した秋篠宮家の次女、佳子さまは皇居の堅守を参拝されました。3日午前10時前、淡いピンク色の装いの佳子さまは集まった人たちに笑顔で手を振り、皇居にいられました。1日に帰国した佳子さまは、外交関係樹立125周年の節目にあたる8日間のギリシャへの公式訪問を終えた報告をするため、 謙書には皇室の祖先とされるアマテラス大御神が祀られていて外国訪問前後の参拝は皇室の慣例となっています3度目の外国訪問を終えた佳子さまはあさって5日都内で早速帰国後初の公務が予定されています